れへんねん。そしたら皆様音声だけお楽しみください。じゃあちょっと乗っけてください。検証結果ブンブン丸。まあまあくっつくのは俺とお前だけで十分ってこと。キャンプでの初の問題やき、お前の初体験を。ごめん、肘打ち食らった。朝からご褒美か。起きなさい。起きないと注射しちゃうぞ。早い早い。え？どう？めっちゃ白い。縛れてる。今なまってなかった？え、縛れてるって言ってた。綺麗。もう縛れてる。床が床？床。Incredible days, and I am here, but you now, but you now. Everything went away, and my heart burned into the fire. I am this old. おはようございます。おはようございます。ぐっすりだったね。寝るとき湯たんぽの代わりにペットボトルを使っておりました。湯たんぽ買う必要までないよねってなって、ポット専用のペットボトルに熱湯手前ぐらいだったらお湯いけんじゃないかなと思って入れて、それに100均で買ったペットボトルカバーをかぶせてたんだよね、うん、でそれで去年はねこれでワンシーズンいけたんだけど、やっぱりあのお湯入れ続けるとペットボトルがねこうねパキパキ、あ、劣化性が寿命があるのか。そう、だから結局湯たんぽ買っちゃおうぜってなって、ニュー湯たんぽ買いました。かわいい。かわいいね。湯たんぽって感じだよね。うん。で、ニョンさんが今回検証しました。はい。ニョンさんは割とね電気毛布を最弱にするんだよって言ってるのに、ちょっとごまかしてちょっと強めにして使ってんだよね。バレてんだね。いや、バレてるね。いや、それでも、うん、タケルさんは、うん、暑がりだから。そうそうそう、タケルさんは電気毛布寝るまでちょこっと温めといて、うん、寝るとき切るのさ。切る。で、私はもうバレないように弱よりちょっと強めで、でも一晩もう使って寝るんだけど、うんうん、それで2人だったら朝起きたらやっぱり60何パーセントとかなんだよね。うん、ポータブルバッテリーの残量がね。でもうち結構さ2泊とかの連泊とかもするから、電源サイトないとこだったらちょっと節電しないとって感じだったんだけど、もしこのでっかい湯たんぽを使って私電気毛布なしだったらどこまで耐えられるかなって昨日やったんだよね。うんうん、ちなみに昨日一応天気予報ではマイナス13度まで下がるって、うん、そのマイナス13度って天気予報で出てて、その寒さの中でいけっかなと思って、うんうんうん、で昨日電気毛布使わなかった、うん、そしたら余裕であったかい。余裕であったかい。やっぱね足元あったかいと、うん、寝れる。足元寒かったらやっぱ寝れないもん。いや、湯たんぽ最強説だわこれ。電気毛布節電できる。うん、僕たちもキャンパーとして少しずつ成長していくね。そうだね。はい、本日の朝ごはん、わことごはんキャンプフィールドさんのオープン記念、その日に泊まった人に配られた、イハブさんが配ってたカレーです。はい、いただいたカレーを今日食べてきます。名前がね、これね、アウトドアカレーとホエートンカレーって書いてる。でも多分中身はね一緒で、パッケージ違うだけなんじゃないかなって言ってたんだよね。うん、
なのでこれを今日マルチグリドルさんに盛り付けて一緒に仲良くつついて食べようかな。うん、仲いいから。そいつはもしかしてメスティン織りですか。そうですね、メスティン織りというやつですね。お米はうちは1人1合食べてます。それってどうなんだろう、食べ過ぎなのかな。なんか 0.5 合の人もいっぱいいるけど、うち家だったらさ2人で3合とかペロって食べちゃうし、なんか多いような気もするけど、どうだろう。はいはい、給水。できたサラダ。お焦げできてる。でもまあカレーライスで食べるっていうね。まあな。あれ、これ昨日のもんじゃ焼きの続きやってる。あいつら輪っかにするの好きだなって言われる。うお、すごい肉でかいね。肉でかゴロンとしてんね。ね、うお、よし、うまそうね。いただきます。ます、食べよ食べよ。超うまそうじゃん。まずサラダからですね。そう、ベジタブルファースト。どっちを揚げないために。このドレッシング美味しい。ニンニクか、うまっ。とんでもないことになってるぞ。でも半分ぐらいにして。おお。ま、甘い。中辛だって。あ、これ中辛？うん。うまいのか。うん。どんぐらいうまいの？アンパンマンで言うんだったら、うん、新しい顔もらった時ぐらい弱ってる状態からもうパワフルな状態になるから。なるほどな。もし食べないの？全部食べちゃうよ。なんでやねん。おいしい。うまい。逆にうちおいしくないっていうものあんのかな。あんまりないよね。ここだけお互いダメなものあったね。え、なに？サザエ。あ、サザエ、いや多分あれ食べ方間違ってたんだよ。こっちってサザエ食べる習慣ないからさ、売ってたんだよねスーパーに。うわ、ん、サザエだーっつってさ、珍しい顔って言って買って食べたら、なんか裏のね、あれ殻なんか蓋してるやつが取れなくって、うん、で無理やりこじ開けて食べたんだけど全然美味しくなかったんだよね。そうそう、その調理の仕方とかもぶっちゃけ合ってたのかもよくわかんないしね。焼いて食べるだけなんじゃないのって思ったけど。うん。あ、スパイロさんちょっと食べていい？ハンバーグにかけて。これ辛いやつ？辛いっていうか。うん。一番辛いやつではないけど、一番辛いのですでしょ。パスタイムーチョ。これ美味しいよね。油いて油。隣にいる女子キャンさんから油いただきました。
食べてください。油うまっ。カニさんみたいだね。え、もうえらい、粒残さなかった。残したことないだろ。残ったの。残ったのか。ポトって押して、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。撤収撤収。よし、ニョンさんや、ニョンさんや、はいや、タケさんや、はいや、タケさんや、どうしたさ、はい、はいはい、タケさんやならまだわかるけどさ、はいや、タケさんや、普通の人と一緒、うん、おもろない。ああ、なるほどね、うん、先日ね、購入しましたって言った新しいサーキュレーターの検証を本日実はしていたわけですよ。ああ、どんぐらい持ったかってやつでしたっけ。うん、はい、どうでした。あのね、すごい、昨日の夕方の4時ぐらいにスイッチを弱でオンにしたんですよ。朝7時に今日起きたのかな、7時ぐらいかな、うん、ずっとついてて、それでも昨日の夕方4時ぐらいにつけて、うん、朝起きてもまだついてて、でその後もとりあえずしばらくちょっとつけててみたんだよね、うん、ずっとついてる。なんなら今でもまだ動く。本当だ、回ってる、すごいね。はいでもまだ全然動く。普通そんな持たないの。持たないと思う。なんか朝には止まってるイメージあるけど。でこれ値段がですね、これ見た目はもうほぼクレイモアさんで、これ、うん、ああ、三脚あるって言ってたね。三脚ですな。そうそうそう、このままつくんだけど、まあうちはぶら下げて使ってるからね、こう今つけてないけどこういう風につくわけです。朝までどころかめちゃくちゃ持つのに値段クレイモアさんの半分ぐらいしかかかんない。しかもライトがついてて、バッテリー容量1万ミリアンペアアワー、すげえ、超おすすめです。これこれはいい買い物したわ。逆にいつまで持つのか検証してみたかったぐらいだな。連泊の時だったらやれるけど、ね、そうだね。概要欄に載せておきましょうか。はいはい、載せておきますので、気になる方はぜひ概要欄をご覧ください。これはいいわ、びっくりした、はい、当たり。でうち寝袋あるのに寝袋買おうとした人いたけどね。今寝袋 70% オフなんだってですよね。いや、いらへんやんって。寝袋そんなどないすんねんって。もし何かあったら、寝袋ってやっぱ持っておかないとさ。そん時には絶対新しいの欲しいってなるから違うの。そん時の機能に合ったものを欲しいってなるから。70% オフだからってね、安いからって何でもかんでも買ったら物増えるんだよ。ボケ！ボ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 ！かわいいね、これかわいいね、うん、はい、はい、本日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。